皆さんこんにちは。高校野球 .com の栗崎です。高校の世代トップクラスともいえる昨年のアンダー18日本代表に選ばれた代表選手18名がいよいよ高校を卒業します。4月から新たなステージでプレーしますが、今回はメンバー全員の高校卒業後の進路をまとめました。まず社会人でプレーする選手を紹介したいと思います。唯一社会人に進む近江高校の林勇輝投手は2年の春に選抜に出場し、計3度の甲子園を経験した福岡左腕です。社会人の強豪西濃運輸へと進みます。次は大学進学選手を紹介していきたいと思います。飯塚修斗選手は3年春の甲子園で準優勝、150キロを超える速球で観衆を沸かせました。早稲田大学へと進学して神宮の星を目指します。熊田東洋選手は3年の春にショートとして選抜優勝に貢献、飯塚選手と同様に早稲田大学へと進学します。高下翔馬選手はアンダー18日本代表の主将として活躍し、個性的な選手をまとめました。近畿大学での活躍にも期待です。池田陽介投手は3年夏の甲子園で150キロを計測、急成長を見せて日本代表入りを果たしました。立教大学でさらなるレベルアップを図ります。続いてはプロ入りした選手を紹介していきます。津田学園の前唯人投手は最速152キロの速球と多彩な変化球が武器のピッチャーです。オリックスから4位指名を受けました。東海大相模の遠藤城選手は木製バットの対応力が高く、日本代表でも力強い打球を飛ばしていました。入団した阪神では鳥谷選手のような活躍を見せたいと語りました。明石商業の水上圭選手は頭脳的なリードと正確なスローイングが持ち主のキャッチャーです。ドラフト7位で入団した東北楽天でも持ち味を見せるか注目です。八戸学院光星の竹岡選手は守備範囲の広いショートの守備と広角に打ち上げるバッティングが魅力です。入団したヤクルトでもキレのあるプレーに期待です。山瀬慎之介選手は星稜の林監督が指導した中でも一番の強肩と言わしめたキャッチャーです。読売ジャイアンツの正捕手を目指します。有明高校の浅田壮太選手は角度のある140キロ台中盤の直球とカットボールが武器の投手です。これから横浜 DeNA ベイスターズのエースを目指します。花咲徳栄の韮澤優也選手は世界大会で2桁安打を記録しベストナインを受賞しました。入団した広島東洋カープでも対応力の高さを見せるか注目です。東邦高校の石川昂弥選手は日本代表の4番として大活躍、勝負強い打撃でチームの勝利に多く貢献してきました。1位指名を受けた中日ドラゴンズでも期待です。桐蔭学園の森圭人選手は主に1番バッターとして活躍し、チャンスを呼び込む強打でチームの勝利に貢献、横浜 DeNA ベイスターズでの活躍がとても楽しみです。興南高校の宮城大弥投手は完成度が高い高校ナンバーワンサウスポーです。安定したマウンドさばきをオリックスでもぜひ見せてほしいと思います。西純也選手は世界大会に参加した投手の中でもトップレベルの投球を見せました。ドラフト1位で入団した阪神でも活躍が楽しみです。星稜の奥川康信投手は甲子園に4度出場、世界大会のカナダ戦では18奪三振を奪い
世界に衝撃を与えました。入団したヤクルトでも衝撃を与えるか、これからも注目です。最後に紹介したいのは佐々木朗希選手です。大船渡時代は163キロのストレートで多くの野球関係者から注目を集め、千葉ロッテマリーンズに1位で指名されました。プロ野球ではどんな活躍を見せるのか、とても楽しみです。なんと3年生18人中13人がプロ入りという結果になりました。それぞれが次のステージで活躍することを期待しています。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。